フトバンク、ブチ切れ大補強指導。ソフトバンクが今オフの FA 戦線で西武、山川穂高内野手31、広島、西川龍馬外野手28、オリックス、山崎福也投手31の獲得調査を進めていることが16日分かった。山川マジかよ W。 山川獲得には会長が難色を示してるとは一体何だったのやら。まあ今年でも柳田近藤の後に山川なら勝てていた試合はたくさんあっただろう。もしくは柳田山川近藤とか。分かっていたこととはいえ調査記事が速攻で出ると笑ってしまうな。また始まったよ。育てるという言葉は今のソフトバンクにはない。それで優勝もできんのやからたまらんわな。ほんまに節操ないな。手当てたり次第やんけ。万の昔の巨人だな。昔と違って市場に出る選手が落ちるからそんな強くなれないからきついやろな。昔の巨人もあんだけ言われたからね。そらこれも言われるでしょ。この球団に必要なのは次世代の中軸打つ若手やろ。最近のソフトバンクって補強しかしてなくて生え抜き育ってるイメージ全然ないわ。100億使うで。ひどい負け方した後に爆買いするのくせになってるやん。これもう病気やろ。生えてくるはずの生え抜きも外から蓋されちゃ生えてこねえわな。